こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、台湾にとって最も重要な時期へと差し掛かってきた。それは、香港問題を例にとると、急速に中国の支配が進んでいる。独立へと向かう台湾は、日米の協力や力を借り、軍備の増大を図っている。また、日米も同盟国以上に協力を計画している。台湾建造潜水艦計画にも日米で取り組んでいる中、機雷敷設艦が完成し、量産に入ることになった。では、台湾の近況を詳しく見ていきましょう。2020年8月4日、2016年の公表以来、潜水艦やフリゲート、艦の自国建造を推進している台湾で、こちらも同様に国産化を行う。艇多機雷敷設艦、機雷敷設艦の1番艦が進水式を行った。ことが報じられた。台湾は、小型で高速な、この機雷敷設艦、機雷敷設艦を4隻建造する計画としており、2021年までの期間で、総額約33億円、1隻あたり約8億円強の予算を投じて、順次収益、収益させていく予定とみられる。調達に要する費用以外の使用などは報じられておら、費用から察するに相当な小型艦であり、それゆえに速度も非常に高速であることは想像に難くないが、具体的な数値は不明である。このニュースが非常に意外な響きを感じさせるのは、近年あまり聞き慣れない機雷敷設艦、機雷敷設艦という艦種で、それを今、非導入することを決断した台湾の軍事戦術、戦略の目的が何かと言う点だろう。機雷敷設艦、機雷敷設艦は、近年では水深が浅く、かつ長い、海岸線を持つ一部の国でしか運用されておらず、アジアでは韓国、ヨーロッパの北欧3国くらいしかなく、日本の海上自衛隊では掃海艦が兼任している。ここに来て、台湾が、あえて、機雷敷設艦を新造し、最大の理由は、増強を続ける中国海軍の戦力、特に、強襲揚陸艦などによる上陸作戦に危機感を募らせていることの表れと見ることができるだろう。しかし、近年は航空機の発達により、多くの国で機雷敷設艦、機雷敷設艦の有用性が失われているとは言われる中で、先に挙げた。費用を考慮して、費用対効果は十分にあると台湾では判断されたのだ。ロー。自国の東側から約 100km ほどの台湾海峡を挟んで台湾と対峙する中国は、圧倒的な数のミサイルや海軍艦艇、さらに有事の際には民間の艦艇も動員する勢いで台湾に圧力を強めている。
航空機の数も新型機は少ないとはいえ、台湾を数量的には遥かに上回っており、武力侵攻の危険性は増大しているとも言われる反面、実際の上陸作戦は未だ容易ではないとの見方も有力だ。これは近年、そのような大規模な上陸作戦などをあえて起こせば、中国側にも甚大な被害が出ることが予想され、台湾平洋陸をすることが可能な地点は限られており、守る側が有利とも言われるためだ。一説には、そうしたよう陸作戦が可能な地点は10カ所強とも言われおり、冒頭の機雷敷設艦などもこうした地点に集中して運用することで一定の効果を上げることを機としたとみなしてよいだろう。台湾側からしてみれば、そうした地点に挙頭歩を気づかれないように防御設備や兵器を集中することができるので、わざわざ多数の艦艇を投入して部隊を送り込む中国の方が難易度は高い。ようやく2019年頃から台湾に対するアメリカからの武器輸出が強化され始めているが、これもアメリカが中国との間に深刻な経済対立にまで至ったたことが台湾にはある意味幸いだったのかもしれない。ここでアメリカから台湾に承認された武器輸出の目玉は66機に及ぶ 4.5 世代戦闘機 F-16V であり、実に約30年ぶりともいえるアメリカからの戦闘機調達の実現となり、台湾防空の用となりそうだ。またアメリカ軍が使用していた中古の MH-A2 戦車をオーバーホールした車両も輸出されることが決まり、いよいよ中国軍の上陸までも見据えた地上部隊の強化も進めることになっている。こうした台湾への積極的な武器輸出をこれまでアメリカが控えていた背景には、中国が内政問題だと捉えている台湾についてあえて刺激するような行動に出ないよう振る舞ってきたためとも言える。しかし同時に影を落としているのが、1990年にフランスのトムソングループが台湾への売却契約を取り交わしたラファイエット級フリゲート艦の導入と、それにまつわる事象ゆえと指摘する声もある。ラファイエット級は1996年に台湾海軍に加わり、現在でも艦上級フリゲートとして現役就役中の艦艇であるが、実は中国からの圧力を受けたフランス側から一旦は輸出許可が撤回された。当時のフランス政府も中国と懇意であり、中国側の圧力の前に締結済みの契約を取り下げる決断をしたものだが、トムソングループ側は中国にラファイエット級の情報を供与しない諾を得ている。さらに中国側に配慮したトムソングループによる大規模な贈収賄事件に本件は発展し、結果的に台湾はラファイエット級6隻を
入手できたものの、兵装類は除いた船体のみの状態で高い買い物となった。アメリカは台湾に武器輸出を行うも、もし仮に中国に台湾が占領されてしまった場合、自国の兵器も接収されて、そこから情報が漏洩することを危惧しているとも見られていたのだ。そのため、今までもこれからも、アメリカは決して自国の最新の兵器は台湾に輸出することはないと考えられ、確かに F-16V 戦闘旗や M1A2 エオブラムスも最新鋭の兵器ではなく型落ちに該当する。台湾はそのようなアメリカの冷徹な計算も甘んじて受け入れ、外国からの調達が厳しい兵器の国産化を進めてざるを得ない厳しい状況下、最善策を模索しているのだろう。